サイコダイバーシリーズは、魔獣狩りから始まる夢枕幕の SF 小説及び、そこから派生した作品の総称。作品タイトルのほとんどが、魔獣狩りの名前を冠するので、別名、魔獣狩りシリーズとも呼ばれる。小説は、作者自ら、この物語は、面白いと熱く語る、代表作にして自信作である。作者の得意分野である、電気小説。 格闘物の要素が取り込まれている。この作品の中核となるアイディアはサイコダイブである。これは人の精神に潜り込み、対象の持つ記憶情報を入手すること、対象の隠されたトラウマを発見すること、そこから派生して精神操作まで行うことが可能という技術である。テレパシーのような超能力ではなく、素質と専門知識を持った人間が専用の機器を用いて、 行う科学技術であるという前提と、それなしでサイコダイブを行う天才を主人公と規定しているところが作品の特徴となっている。ただし、夢枕幕の作品にサイコダイバーという職業が登場するのは魔獣狩りが最初ではない。連載開始2月号、除隊暗黒祭のほぼ2年半前、奇想天外昭和55年10月号に掲載された短編、テメーラ。 そこをドキアがれに、バーキラというサイコダイバーが登場している。もっとも作者によると、発表は前後したが、書き始めたのは、魔獣狩りの方が先だったという。ただ、魔獣狩りは、途中で詰まって書けなくなってしまい、サイコダイバーというアイデアを流用して、気分転換で、てめえら、そこをドキアがれを書いたのだという。なお、サイコダイバーの発想の源は、 1978年に第9回生運賞を受賞した小松左京の短編 SF 小説ゴルディアスの結び目に登場したサイコデテクティブという職業でありこれからいただいたものだと夢枕幕は述べているサイコデテクティブはサイコダイバーと同じくコンバーターと呼ばれる機械を用いて被験者の精神に浸透するなおサイコデテクティブを受称する 主人公が自らの仕事を水槽の汚れを掃除する潜水婦みたいなものと説明している。三人の男がそれぞれのなり行きで邪教、パンシュガルに関わる。この作品は当初三部作で終わる予定だったらしく、第三巻でひとまず完結している。主人公の一人、文政千吉は同じ夢枕の小説、ガローデンの主人公。 タンバブンによく似たキャラクターである。魔ッ菩薩黄金獣、ジェゴン同士、強霊狩りは、ブスジマ獣太氏を主人公とした作品群であり、魔獣狩りシリーズと直接のつながりはなく、魔獣狩りシリーズの登場人物も登場しない。本シリーズでは、魔獣狩りシリーズとブスジマ獣太シリーズが融合して話が展開するため、 両シリーズの主な登場人物はすべて登場する。すべて小電車ノンノベル館。順次文庫版も発売されている。東園書房の月刊小説、小電車の小説ノン、小学館の週刊ポストなどに連載されていた。東映ビデオより、東映部アニメレーベルの OVA として制作、販売されている。オーディブルにより、木村昴のナレーションで、 オーディオブックのデータが配信。2017年7月から2018年9月までに8作目までが朗読化された。この記事は以下のカテゴリからも参照できます。魔獣狩りに関するカテゴリサイコダイバーブスジ魔獣太子に関するカテゴリサイコダイバー魔性菩薩に関するカテゴリありがとうございます。